ララ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 ラ LA。 どうもたくあんボーイです。本日は60日目でございます。それではですね、早速やっていきたいと思います。プレマビスタを使っていきます。はい、こんな感じですね。ジョン・センブルの、クッションファンデですね、使っていきます。はい、次コンシーラーつけていきます。チップコンシーラー、こちらですね、 1.25 というね、明るさを使っております。はい、 OK です。こちらですね、アイブロウペンシル、眉毛を描いていきます。はい、 OK です。めっちゃ太いかな。ロム&のベニ塗っていきます。はい、こんな感じです。めっちゃいい色。今回ですね、購入したのがこちらですね。だいぶ時間かかったんですけども、こちらです。パーフェクトダイアリー、めちゃくちゃかっこいいですよね。この木陰に隠れた虎のデザインなんですけども、これはですね、非常にいろんなカラーが入っているということでね、まあ、韓流メイクにおすすめということだったので、今回こちら使っていきたいと思います。めっちゃいろんなカラーがついてますね。これすごい、まあ、赤っぽいのが多いですね。うん、ペンシル付きです。とりあえずですね、ちょっと赤っぽくしたいので、これですね、この色使っていきたいと思います。すんごいつきやすいので、これもし買った方は気をつけてくださいね。すごい赤い、やばいな。これ動物ですよね。なんかこういう鳥いますよね。フラミンゴかな。混乱しております。たくあんボーイ、これ入れてみます。この色、はい、ということでね、今日はね、新しいこのね、アイシャドウパレット、パーフェクトダイアリーをね、使ってメイクしたんですけども、赤がね、めちゃくちゃ強くて、ちょっとね、調節がまだまだできてないなっていうのと、まあ、いろんなカラーがあるので、どれを使っていこうかっていうところでね、まだまだ勉強が必要だなと思いましたので、ちょっとね、明日はもっとうまくできるよう頑張っていきたいと思います。本日はご視聴ありがとうございます。明日もぜひ見てくださいね。シェイクついてに、こいたんす。よいしょ。